いずれも危なげなし、堂々の世界チャンピオンの風格を携えて、井上康生が今試合場に上がりました。対するは井上康生の兄、井上智和。福岡の決勝で対戦するのは実に3年ぶりの兄弟対決ということになります。組手はともに右の組手になります。右のがっぷりですね。はい、3年前の決勝ではですね、はい、もう本当に非常に激しく攻め合って微妙な試合で2対1の判定でですね、はい、白の井上智和が勝ったんですね。内股体が変わりました。一旦です。ゆっくりと大きな山が崩れていくように井上智和が倒れました。お父さんの明さんも大きな拍手、深々と一礼。倒れたお兄さんを抱き上げた世界チャンピオン井上康生、大きな拍手。世界チャンピオン康生。